こんにちは、しますです。さあ本日は DIY 用のスライドマウンドについて徹底的に比較検証しながら解説していきたいと思います。先日ですね、こちらの日立の25年もののスライドマウンド、ほぼ骨董品ですね、こちらから両備の新しいスライドマウンドに買い替えました。その時情報収集をしたんで、その時の知見に基づいていろいろ説明できたらなと思います。 DIY 用のスライドマウンドを買うとしたら、マキタの M244、 そして廃坑機の FC7FSB、 そして両備の TSS192、 この3択になってくると思われます。なぜこの3つなのか、もっといいハイエンドモデルもありますよね。じゃあそもそも DIY モデルとハイエンドモデルでは一体何が違うのか話してみたいと思います。ハイエンドモデルだと廃坑機の C7RSHD の一択になってくると思うんですけれども、まずね、価格は4万ぐらい違います。ほぼ倍ぐらいの金額になってしまいます。なんでそんなに金額が違うのかって言ったら、もちろんそれは磨き抜かれた機能の差にあるんですけれども、じゃあ具体的にどういう機能があるのかというと、まず1つ目、ハイエンドは右に45度傾斜ができる。基本的に DIY モデルだとこっちには45度行くんですけども、この反対側には動かないのが基本です。ハイエンドだとこっちにも45度行けます。でね、さらにね、この傾斜なんですけど、これを後ろの方にダイヤルがついてて、それを回すことでこれをかなり微調整できる、まあ、そういう機能がついてます。で、3つ目なんですけども、スライドバルノコってこうスライドするときにこのパイプが後ろに出っ張るんですけども、さっき言った廃坑機のモデルの特性なんですけど、これがね、後ろに一切出っ張らないんですよ。これがなんかね、この辺についてる、まあ機構の説明は難しいんですけども、とにかくこいつが後ろに一切出っ張らない、それが一つの特徴ですね。で、あとレーザーマーカー、こんな風に材料の切りたいところにこのレーザーでマーキングしてくれるんで、カットする場所が非常に分かりやすい。これがハイエンドには基本搭載されてますね。で、5つ目が LED ライト。この辺からね、ライトが当たってね、まあ、インパクトの LED ライトみたいに手元を照らしてくれるんですね。なんでこの辺が暗くて作業しにくいってことがないですね。で、6つ目が静音性が高いだとか、この駆動が滑らかだとか、まあそういうね、もういろんなね、機械的な機能、まあ、この作業に必要な様々な機能に工夫が凝縮されているのがやっぱハイエンドモデルですね。ね、この辺の機能に4万円ポンと出せる人だったらハイエンドを買ってもいいんじゃないでしょうか。私は無理です。毎日パスタに塩をかけて食うことになるでしょう。なので3択、マキタ、廃坑機、そしてこの両備の TSS192、 この3つに絞ってみました。それじゃあこの3つがどう違うのかっていうのを徹底的に解説していきたいと思うんですけれども、ざっくりと言ってマキタと廃坑機に大きな差っていうのはほとんどありません。で、この2つとこの両備には結構大きな差があります。なんでこの2グループに分かれるようなイメージですね。この2つのグループで搭載されている機能が結構大きく変わってきます。マキタと廃坑機のモデルはこっちの方向のカットが 303mm までいけるようになってるんですね。で、この 303mm というサイズがどっから来てるかというと、床の一般的な材料である複合フローリングという素材の幅がちょうど一尺303なんですね。なんでそれを一発で切れるようになっています。そして床を張るときにしばしば用いられる右5度傾斜カットという機能が搭載されています。両備の最大カット幅は 220mm で、右5度傾斜もございません。じゃあ両備を選ぶ意味はないんじゃないの、マキタか廃坑機でいいんじゃないのとなるかと思うんですけれども、ちょっと待ってください。両備のいいところを説明していきましょう。両備 TSS192 の優れている点、1つ目は発売年がちょっと新しい。こちら2017年の発売に対して、廃坑機マキタはそれぞれ2011年、2012年なんですね。なんで 5,6 年の差があるんですね。この発売年度っていうのがどれぐらい有利に働くかっていうのは正直わからないんですけれども、廃坑機とマキタの両製品をじっくり研究して開発する期間があったとも言えるでしょうね。で、2つ目のいいところはレーザーマーカーがついているところ。さっきもちょっとね、映したんですけども、このレーザーマーカーっていうのは基本的にハイエンドモデルにしか搭載されてない代物です。これが DIY モデルで搭載されているのは間違いなく両備だけです。これもね、発売年度にちょっと関わってるのかもしれないですね。実際ね、ちゃんとカットしようとすると直接刃を隅に当てて切る方がもちろん綺麗には切れるんですけども、大量の材料をザクザクカットするときにはこのレーザーっていうのは結構便利です。まあなくて特別困ることもないんですけども、あったら非常に便利、それがレーザーマーカーです。そして3つ目の利点、これは非常に重要、価格が安い。2021年6月13日現在の Amazon の実売価格でいうと、廃坑機とマキタは両方ぴったり4万2000円、それに対して両備は約3万5000円と、だいたい7000円の差があります。この価格差にどれぐらいの意味があるかはあなた次第、お金だったらいくらでもあるよっていう人には関係ないかもしれないですね。4つ目の優れたポイントは、コンパクトで移動が簡単というところですね。実際重さも大きさも他の2商品と比べるとちょっとコンパクトにまとまっています。
なので作業場が狭すぎるあまりに外に電動工具を持ち出して使ってるうちに気がついたら後ろに警察が立っている。そういうことがしばしばある。迷惑な私やあなたには向いてるかもしれません。ごめんなさい、反省してます。申しません。そして私の場合はこのスライド丸の子をずっと設置しておく場所がないので、使う時に引っ張り出してきて使わない時にはしまうみたいな、そういう風にしないといけないんですよね。なのでこのコンパクトな機動性っていうのは結構重要だったりするんですね。それじゃあここまでを簡単にまとめてみたいと思います。マキタと廃光器を選ぶべき人はどういう人か。1つ目はしょっちゅう一尺のフローリングを張るプロの方。2つ目は作業場が広い、そして常設の丸ノコステーションなんかを作っちゃおうかなと思ってる人で、3つ目はプラス7000円払っても今日食べるご飯に困らない人。じゃあ両備の TSS192 をおすすめできる人は、作業場が狭くて困ってる人、しょっちゅう出したりしまったりする人、持ち運ぶ人、そしてレーザーマーカーを試してみたい人。というわけで購買層の住み分けっていうのは結構できてるんですね。マキタ廃光器との直接的なスペック対決をうまいこと下げながら購買層を少し変えて、もう少し浅い市場で勝負していく、そういう姿勢が見えるかもしれません。それでは3社の細かいスペック比較をしていきたいなと思います。それではスペックの比較表を表示してみます。これより細かい比較っていうのはブログの方でやってますんで、もし気になる方がいらっしゃいましたらそちらの方でも見ていただければ幸いです。下に URL を貼っておきます。それではまず Amazon 価格から、廃光器 FC7FSB が 42,000円、マキタの M244 が 42,000円で、両備の TSS192 が 35,000円、この 7,000円の価格差がどう出るかはあなた次第で、これ発売年ですね。さっきも言ったんですけど、廃光器が2011年、マキタが2012年で、両備は2017年で、この発売年についてははっきりしたデータがなかったんで私の方で独自に調べたんですけども、少なくともこの年度には商品が出回ってたのは確実です。で、本体重量、廃光器 11kg、 マキタ 12.3kg、 両備 10.5kg で、これマキタがちょっと重いんじゃないかなって思うかもしれないけど、廃光器がかなり頑張ってるんじゃないでしょうかね。両備と 0.5 しか変わんない。続きまして本体の寸法、これね、スライド丸のこと重要なのは奥行きだと思うんですよ。なんでそれを比較していくと、廃光器が945で、マキタが670、そして両備が750で、このマキタの670って本当かと思って測ったんですよ実際。で、廃光器と両備はこんな風にね、一番奥まで引っ張ったこの先ポンつまみまでの寸法がスペック表に掲載されてたんですけど、マキタの場合はね、どうもね、こうやった時の寸法を載せてるみたいなんですね。で、お店で実際に測ったところ、マキタの奥行きは875、約実測値ですけどもありました。で、このスライド丸のこの奥行きって、この購買の選択に結構影響すると思うんですよね。なんでこの辺はメーカーで統一してもらった方がいいんじゃないかなって思ったりしますね。マキタさんは狙ってやってるんでしょうか。まあそれでも廃光器の945に比較して 70mm 短い、これ結構違いますよね。まあ両備の方を比較すると200ぐらい短い、これはかなり違いますね。はい、ほんで、ノコバの直径は 190mm で全部統一です。で、これはね、もうスライド丸のこの標準的なサイズなんで、DIY モデルはこのサイズしか出てません。で、前僕が使ってたのは215ですかね。で、次、切断寸法、幅。こ超高ですね。で、これが、廃光器が305で、マキタが312で、両備が220。両備は短いですね。で、マキタがちょっと長い。でね、これはやっぱ長い方がいいんですけれども、ここはね、もうサイズにもかかってくるんで、自分の普段使いに一尺入りが必要なのかっていうところですね。で、切断寸法、高さ、こ超高ですね。どんぐらいの分厚さの板を切れるかっていうところなんですけども、これってね、ノコバの径で決まってるんで、50mm、これ全部一緒です。以上。で、次、テーブル回転角度、これがね、こうですね。これのことがテーブル回転角度でね、これ廃光器とマキタは右に57度まで行くんですね。で、両備は右には行かないけど、左になぜか47まで行くんですね。この右に57度っていうのが何なのかっていうのは僕はちょっと分かんないんで、知ってる人いたら教えてください。はい、ほんで傾斜切断角度、マキタと廃光器だけ右5度がついてて、両備にはついていません。これ右5度っていうのは、これがこれね、これが右に5度だけ行くんですよね。この右5度っていうのはフローリング材切るときにちょっとだけ角度つけて切ることで、突き合わせのところを隙間が空きにくくするんですけど、幅きなしのフロア張りのときにはこの5度傾斜カットっていうのは結構便利だとは思うんですけども、この5度傾斜カットを使うと反対側もカットしないといけないんで、切る回数が倍になっちゃうんですよね。で、スライド方式、これはね、マキタだけ2段ってなってて、これあんま関係ないんですけど、マキタはね、このスライドのパイプが2段方式になってて、途中でスライドが切り替わるんですよ。なんでスライドしてる途中にちょっとカチンっていう感覚が手に伝わるんですよね。
で、マキタってね、この2段スライドっていうのを売りにしてるんですけども、このカチンとなる感覚のせいか知らないけど、この時に精度にズレが出るんじゃないかみたいなことを言う方もいらっしゃいます。まあそれでもハイエンドにも採用されてる2段スライド方式なんで、さすがに精度に影響が出るようなことはないんじゃないかなと個人的には思ってます。で、最後にレーザーマーカー、これはハイエンドだけに許された機能、なぜか両辺には搭載されてる。これちょっと映ってるかどうか分かんないんだけど、これさっきも言ったんだけど、これあったら非常に便利だけど、なくてもシミはしないし、すごい困ったりってこともないです。あったらいいけどね。でね、このレーザーマーカーただついてるだけではなくて、ここにダイヤルがあって、この2つの軸で調整できるんですよね。なんでしっかり合わせればかなりの精度で切ることはできます。ちょっと癖があったりもするんだけども、そこも慣れてしまえば結構精度よく切れます。で、レーザー邪魔になるときはスイッチを押したら消えます。うん、そんな感じです。さあ、いかがだったでしょうか。このスペック表を比較してみると、両尾は確かに他の2つとは違うなっていうのは分かったと思うんですけども、じゃあマキタとハイコーキって一体何が違うのってなったと思うんですよ。もうこの両者スペックでは一切譲らないという姿勢がありありと見えてくるんですけれども、まあ、強いて差があるというならば、マキタの方が重く、ハイコーキの方が軽い、ハイコーキの方が奥にでかく、マキタの方がコンパクト。そういうわけで、据え置きで丸ノコステーション化してしまうんだったら、マキタの方がいいかもしれません。一回置いてしまえば、その重さっていうのは関係ないですし、奥行きが短い分だけ、工房の作業スペースが少し大きく取れるっていうことですね。まあ、作業場も十分広くて、大体出しっぱなしで使うんだけれども、もしかしたらたまに外に持って行って使ったりするよっていうんだったら、やや重量の軽いハイコーキが選択肢に入るんじゃないでしょうか。まあ、しかしながら性能差っていうのは本当ビビたるもんなんで、もうこれだったらどっちの色が好きとか、ハイコーキが好き、マキタが好き、そんなんで選んでもいいんじゃないでしょうか。加工精度に関する議論っていうのは本当尽きないんですけれども、これを DIY のレベルで見極めようっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。もうほとんど差がないと言っていいんじゃないでしょうか。で、両尾の方は設計コンセプトの違いっていうのが明確だと思うんですよ。で、マキタハイコーキっていうのは DIY モデルとはいえ、この床張りに求められる機能っていうのがほとんどプロに必要なレベルで搭載されてるんですよ。で、それに対して両尾に感じるのは、DIY やそんな床張るかな、そんな機能いらんのんじゃない、なくしちゃえ、そんな声が聞こえてきそうですけども、それによって製造コストを切り落とし、あったら便利なレーザーマーカーの機能も備え付けた。それが TSS192 というスライド丸ノコですね。はい、それでは DIY 用のスライド丸ノコについて比較検証してきました。いかがだったでしょうか。でね、スライド丸ノコってね、どうしてもこうやって角部位がいっぱい多いじゃないですか。こうスライドして、こう下ろして、スライドしてっていろいろ動くとこあるんで、これ絶対ね、こうやって絶対こう刃ぶれるし、どうしてもね、この刃ががっちり固定されてるテーブル層とか昇降板にはかなわないとは思うんですよ。でもね、かなり古いスライド丸ノコからこの最近のスライド丸ノコに買い替えてみて、まあ、期待した以上に精密な加工はできるなって思ったんですよ。まあ、そんな感じでね、スライド丸ノコまだ持ってなくて、なんか買おうかな思ってる人はぜひ買った方がいいし、買ったらね、ほんと産業革命みたいな感じになるんで、もうぜひお勧めしたいですね。で、今回この3つのスライド丸ノコを比較してみたんですけども、この動画がもし選択の役に立てれば幸いです。でね、またこういう比較動画とかをやっていこうかなと思うんで、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあどうもありがとうございました。